レッドビズ。再選タブーなき一問一答。今日の質問です。書派をメディアはなぜ取り上げないの？40代の夫婦夫婦さんからの質問です。まあこの質問ですね、端的にお答えすれば、まあ政党というのはですね、政党要件を満たしている党を我々メディアは政党として扱う。 という線引きをしていましてその他の党とかグループについては、まあ、選挙報道では諸派という位置づけをしていますで,です、ね、この現在政党要件を満たす政党としては自民党立憲民主党公明党そして日本維新の会日本共産党国民民主党れいわ新選組社民党 NHK 党の9つの党が選挙報道で扱われています で、ではですね、今言ったこの政党要件とは何か。この政党として認められる、政党要件を満たすっていうのはどういうことかというと。これはですね、公職選挙法という法律に規定があるんですね。で、その中に二つ基準があります。まず一つはですね、国会議員が現職の国会議員が五人以上いること。で、国会議員が五人以上いれば、その時点でですね、政党要件を満たします。 ただそれではではすねあれ社民党、NHK 党って衆参合わせても5人いないよなと思われる方いらっしゃるかもしれませんあの。その政党もなぜ政党を扱いするのかというと先ほど2つ基準があると言いましたがもう1つの基準があるからなんですねあの公職選挙法には政党要件としてですね直近の衆院選か参院選で全国の選挙区での獲得票全体またはですね 全国の比例区の獲得票全体が得票率2%を超えると政党要件を満たすという規定があるんですね。まあ、社民党はですね2021年去年の衆院選ではこの基準を満たしませんでしたが現在において直近の参院選である2019年の参院選の比例区の全体で。 なんとですね、これ2%の得票率を満たせば政党要件ということですけども、当時社民党は比例区で2.09%というですね、得票率ギリギリのところをえまして、政党要件を得たという状態がずっと続いているんですね。で、この政党要件を満たさないとですね、結構不利なことがありまして、衆院選では選挙区から出馬しても政見放送ができなかったり、まあ、あとは、 これも衆院選のことですけども小選挙区と比例区での重複立候補ができないなどですね、そういう不利な選挙をしないといけないということがあります。 でまたですね、こうした政党要件を満たせば、国からですね、各政党に支給される政党助成金というのがあるんですが、これがもらえるようになりまして、資金面でも大変有利になります。ただこれあの細かく言うと政党助成金を得られる政党の要件というのは、今言った政党要件とはまだちょっと違った、もう少し広いところがあるんですが、ここではそれは割愛します。まあいずれにしてもですね、こうしたこともありまして、国会議員が 新しく政党を作る場合にもまずこの現職5人の仲間を集められるかということに躍起になるわけですね。で現在、まあこの、なんでみなメディアが報道しないのですかという問いがあった諸派として扱われている党グループというのはこうした政党要件を満たしていないということになります。 もちろんですね、まあ、選挙報道では、うん、多様な意見を取り上げたいという考え我々もある一方ですね、まあ、テレビというメディアの特性でまた新聞でも紙面というのはありますよね、まあ、そういうものの特性でですね、放送事件とか、えー、紙面の私服、紙面の幅という制約もあることから1つのラインとして、まあ、この公職選挙法の政党要件というものを用いて、まあ、これを満たした政党に関して選挙報道をしていくと。 いいう整理をしているんですで,、まあ、ですからテレビ各局で行われる党首討論では、まあ、この政党要件に基づいて、えー、旧政党の党首が呼ばれていますよねまた新聞などでも政策公約比較って時はこの旧政党があ比較されていると思います。 でまた、ですさっきなるほどなと思ったんですがこの政党について違った整理の仕方公職選挙法の政党要件に基づいたもの以外の整理の仕方もありましたあの先日、ですね私、令和臨調というですね経営者や学者の皆さんが政治改革を議論する場の発足大会を取材したんですけれどもここにですね各党の党首が招かれてそれぞれと討論する場があったんですね。ね、えー、ですが その会場にはふ、ねえー、普段の旧政党のうち、えー、令和、社民、NHK 党の3党の党首は呼ばれていませんでしたで。これどういう整理だったのかというと、この令和臨調では参議院で法案提出権を持つ政党のみ、参議院で法案を提出できるのはです、ね、10人以上の議員の賛成が必要になる、その法案提出するときに10人以上が賛成しないといけないので、その10人 議員がいる政党のみを呼んだという整理でしたなるほどこういう整理の仕方もまあ、参議院選挙に向けてはあるのかなというふうに思いましたなお令和 NHK 党は2019年の参院選では公職選挙法上の政党要件を満たさない政党でしたが選挙の結果2%の得票率を得まして政党要件を満たすことになりました 他方社民党はですね去年2021年の衆院選で得票率2%を下回っているため、まあ、今回の参院選でこの2%以上の得票率を取らないと政党、えー、要件を失う崖っぷちとなっているわけです。でまあ今日いろいろお話ししましたテレ東も借地定規じゃないかというふうふに思われるかもしれませんけれども。 まあ一方でこうしたこと、なかなかです、ね、皆さんにきちんとこれまで踏み込んでお伝えしてこなかった点ですので、まあ、皆さんからの質問に答える形で今回、解説をさせていただきました。